皆さんこんにちは。今日私はここ水戸市の剣武道館に来ています。まずはこちらの優勝旗をご覧ください。今日は県体育協会長の褒章授与式がこちらで行われました。実は今日 JOC ジュニアオリンピックカップハンドボール大会で見事茨城県勢として初優勝した中学生女子の選抜チームの皆さんにいらしていただいてます。こんにちは。こんにちは。そして皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。それでは早速監督の中里監督にお話を伺ってみます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともと皆さん中学が違うっていうことは敵だったってことですよね。はい、7月の大会まで、はい、敵同士で、関東全国大会終わった後の8月の後半から、選考会が行われて、はい、10月の関東予選に向けて、うんうん、チームを編成していくと、はい、いうことになります。はい、じゃあもう敵だった子たちがいきなりこう味方になって特に今年はですね、はい、非常に仲良くなる時間が、はい、まあ、短かったような気がします。男子はそんなに気にしなくてもいいんですけど、はいはい、比較的女の子はなかなか遠慮しがちなんですけども、うん、今年の子たちは非常に仲良くなる時間が非常に短かったと思います。はい、じゃあそのまず皆さんがこのチームになって何回ぐらい練習してからこの大会に臨むようになるんですか？はい、ですね、関東予選までは12、3回だったっけかな。それから関東が終わってから全国に向けては24、5回やったような、合宿も含めて、はい、やったような気がします。はい、じゃあこのオリンピック大会に出る前の関東大会、はい、こちらの大会までは皆さんたった12回の練習で、そうですね、もちろん技もさることながら、はい、チームワーク、はい、作っていったわけですね。そうですね。監督としてどんなご苦労がありました？とにかく一生懸命やることとか、はい、喧嘩しないようにとか協力して頑張りましょうとか、そういうことだけで、個々の能力は、はい、今年の子たちはもう結果も日本一になったように、はい、個々の能力は非常に高い子たちの16人だったので、とにかく誰を出しても、チーム力が変わらないっていうのが、はい、今年のチームのチーム茨城のですね、本当に強みだったと思いますので、はい、そういう点では非常に選手起用に関してはスタッフの先生方みんなで悩みました。はい、はい、実際学校の名前を見せていただいたら、はい、県なんとか県西の学校の方が多いんですけれども、はい、やっぱり女子のハンドボールをやっているっていうのは、はい、茨城の中では人数的には少ないんですか？そうですね、はい、女子はですね、県内のチームで全部で16チームしかないです。へー。地域は、はい、県西地区、はい、県南地区、うん、県東地区の3地区だけです。あ、やっぱりそれだけなんですね。はいはい、そこの中からこの16名が選ばれたということ。そうですね、はい。他の、ね、スポーツに比べては、そんなに狭き門ではないような気はするんですけれども、はい、それだけこう少数精が揃っている、そうですね、そんなチームなんですね。はい、この競技はまだまだメジャーには、はい、日本ではメジャー競技にはなってないと思うんですけども、うんうん、中学生 のアマチュアスポーツは、はい、チーム数がね、イコールその県の実力かというとそうじゃないっていうのはどの競技でも言えることで、ハンドボールも全国で活躍しているような、都県は、はい、必ずしもチーム数が多いとは限らないですね。はい、だから茨城県も、女子のチーム全部で16チームですけれども、はい、力的には本当にそんなに弱くないっていうのは、もう毎年こういう大会をやってみて参加させてもらって、はい、感じていたことなので、本当に今年の子たちはよくやってくれたなと思います。はい、その選手を選抜選手を選ぶときに、例えばその技術もさることながら、やはりそれだけで例えば選んでいるわけではないですよね。はい、どんなところ。そうですね、やっぱ個人的な能力だけで選ばれるのではなく、はい、やはり選抜チームですから、はい、一番大切なのはやっぱコミュニケーション能力、
チームでみんなで力を合わせてできる、はい、自分の役目が発揮できる、試合に出るだけではなくって、うん、それ以外のところでもチームのために何ができるか、うん、そういうなことが考えられる、はい、そういう選手を出会ってほしいなと思うし、うん、そういう話も子どもたちにはしてきたし、はい、もちろんこの大会はね、うん、ジュニアオリンピックカップっていう名前がついてる通り、将来のオリンピック選手を発掘する大会でもあるんです、うん、つまり大きな目標を持っている子、将来ハンドボールをもっともっと続けて、うん、活躍したい、はい、日本代表になりたいっていうような夢を描いているような選手、はい、そういう選手をやはり16人選ばさせてもらいました、うん、おまた2020年には東京オリンピック、その前には茨城国体もありますから ね、はい、皆さんはその時に中心になる選手になるんでしょうね、きっと。キャプテンということだったんですが、この個性あふれる16名まとめるのに大変だったことってありました？いや、みんなが協力してくれたので特に大変なことはないです。楽しかった思い出ってありますか？全国大会で優勝できたものです。いつぐらいから続けてるんですか？小学校2年生からやってます。2年生から、はい、一番楽しいことって何ですか？みんなとプレーすることが一番楽しいです。左サイドです。左サイド、それはどんなことをするところ？速攻を一番最初に出て、うん、キーパーからパスをもらって点を取りに行く。あ、じゃあ速さで点を取りに行く重要なポジションなんですね。うん、今までずっと敵だったチームの人たちと一緒のチームになって同じ目標に向かって頑張るところが楽しかったです。装置の時に走り込みがきつかったです。みんなで、ハンドボールをやっている時や試合に勝てた時などがとても嬉しいです。じゃあ将来の夢は？将来の夢はハンドボール選手になることです。ハンドボールやってる時以外ってなんかすごい趣味ってありますか？すべてがハンドボール？あ、はい。すごい、うん、その元気の秘訣って何ですか？食べて寝ることです。このチームの中で一番背が高いように見えるんですけど何センチありますか？173センチです。もうモデル級ですよね。じゃあ将来の夢はモデルになること？いや違う、ハンドボール選手になります。ハンドボール以外に好きな科目とかってありますか？体育です。やっぱり体育なんだ。へえ。じゃあもう本当に運動神経もあって、じゃあ将来もハンドボールとかをずっとやっていきたい？はい。右サイドです。右サイドでどうですか今のチームって？居心地いいですか？うん。どんなところが？楽しいことです。じゃあみんなと仲良くできましたか？はい。いつからハンドボールを？小学3年生からやってます。3年生から今までずっと続けてきて6年間ですかね、はい。楽しかった思い出って何かありますか？やっぱりこのメンバーで全国制覇したことです。うん。全国制覇したその時の気持ちってどんな気持ちでした？もうすごいずっとそこ目指して頑張ってたんですごく嬉しかったです。2年連続選抜に選ばれてて、去年勝ち取れなかったんで、うんうん、とても嬉しかったです。2年越しで夢が叶ったんですね。滝川さんの夢は何ですか？将来教師になって、今度は教えてもらった立場なので教える立場となって恩返ししたいと思います。立派な夢叶うといいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人個性があってすごく面白いチームでした。木村さんはこのチームでチームの中でどんなポジションでした？お笑い系だったとかムードメーカーだったとか？お笑い系お笑い系の、じゃあみんなを和ませる役だったんですね。はい。いろんなところに遠征に行ったと思うんですけれども、遠征行った時とかのなんかすごい面白かった思い出ってありますか？バスの中が面白くてどんなことをしてました？お菓子食べたり？あ、ミキが
木村さんが木村さんお笑い系のが笑わせてくれてよかったですね。あ、サポートなんで選ばれてないです。あ、でもほらみんなと一緒に練習をしたり、サポートってどんな役割をしてたんですか？なんかスクイーズを洗ったりとか、マネージャーとしての役割して練習しました。あ、練習もしてマネージャーとしての役割。じゃあ全体を一番見渡して一番分かる人じゃないですか？サポートでみんなのことをサポートしてました助けてたんですね。あの2年生だけれどもかなり身長高いですよね。ハンドボール来年も続ける予定ですよね、もちろんね、はい、どうですか今後どんなことをしていきたいですか？やっぱり来年今年選ばれなかったので絶対選ばれてチームの要としてゴールを守りたいです。